本当ムカつくよな、村井のやつ。わかる。あいつってなんか露骨に教授に媚び売ってるよね。いい子ちゃんぶってな。同期全員から嫌われてんの気づいてないのかね。いいんだよ別に、いい子ちゃんぶってるだけなら。でもあいつって人を落として自分の評価を言えるから、あれがマジでない。あのさ、村井にさ、ちょっと一泡吹かしてみない？一泡って？あのね、簡単に言うと呪いなんだけど。呪い？わら人形とか？うちの地元にね、釈光様っていう呪いみたいなのがあんのよ。釈光様？どうなのそれ。酒も入って気の大きくなっていた俺たちはその呪いをやってみることにした。それから数日後、そしたらまずこの紙の裏に自分の名前を書きます。で、これ。うわ、何それ。カラスの死体、なんか生贄みたいなのが必要だからさ。お前、これ殺したの？いや、探してきた。気持ち悪い。そしたら、寺田がタケルの方を向いて、タケルが俺を向いて、で、俺が中央を向くと。じゃあ、教えたやつ、行くぞ。一つ一人の恨みを連ね、二つ二人の恨みを重ね、三つ御霊をお呼びしたい。やっぱ何も起こんないね。次の瞬間、部屋の空気が急に重くなるのを感じた。なあ、りょうた。突然、俺も息ができなくなった。そして、指が勝手に動く。それは明らかに亮太の声じゃなかった。その翌日、村井が事故に遭って死んだという情報が入った。俺たちが釈光様をした時間だった。それから亮太は精神科に入院した。人を食ったらしい。俺には亮太の気持ちがよくわかる。釈光様はたまに俺のところにも来るんだ。そしてこう言うんだ。まだ食べ足りない、まだ食べ足りない。最近人を見ると無性に食べたくなる。誰か釈光様をしてくれ。そうすれば
俺は助かる。あなたのところに釈光様が行ってくれる。今はただそれを願っている。